ベンチャーバンクとは、インターネットカフェフィットネスクラブなどを展開している企業。インキュベーションカンパニーを標榜し、社内で立ち上げた事業から多くの事業会社を設立している。2021年現在、漫画喫茶、ゲラゲラを48店舗、ホットヨガスタジオラバを430店舗、暗闇バイクエクササイズフィールサイケルを41店舗展開。 その他各種事業も首都圏を中心に多数展開している。株式会社創益サイトによる運営。全店舗が直営店となっている。漫画キス下げらげら主に首都圏の鉄道駅付近の繁華街に集中的にドミナント出店を行う。近年店舗網を拡大させ、沖縄県へも出店地域を広げている。サービス、設備、特徴、 ヘイリー5カフェ池袋店、渋谷店の2店舗がある。大人向けの店舗。サービス、設備、特徴俺の部屋横浜駅、南西口に1店舗ある。サービス、設備、特徴クラッチ、柏駅東口に1店舗ある。サービス、設備、特徴店舗の一覧株式会社ラバインターナショナルによる運営。2006年より、フランチャイズ事業を開始。 ホットヨガスタジオラバ主に全国の鉄道駅付近の繁華街に集中的にドミナント出店を行う。女性専用店舗と男女共用店舗がある。店舗の一覧株式会社フィールコネクションによる運営。フィールサイケル、スピンバイクを用いたバイクエクササイズを提供する。暗い照明の中でライティングが行われるスタジオで EDM、レゲエ、 ヒップホップなどの洋楽に合わせたインストラクターの指示により、ペダリングや腹筋、ダンベルなどの動作を45分間行う、スタジオレッスンを専門に行う。関連事業として、フィールサイケル、オリジナルアパレルや海外ブランドとのコラボレーションアイテムを揃えたアパレルブランド、ディファレントリート、オーガニックカフェ、フィールフーズを1店舗ずつ運営。株式会社、 VBNEXT による運営。アーバン、クラシックピラティス、マシンピラティスとファンクショナルトレーニングを組み合わせたサーキット形式のエクササイズを行う。浅草店の一店舗がある。店舗の一覧株式会社ベンチャーバンクが直営する事業。前述の事業もベンチャーバンク直営事業から子会社化している。暗闇トランポリンエクササイズ事業、ジャンプワンなどのフィットネス事業や、 生態事業、リ、ボーン、健康食品事業、養蜂道、デイサービス事業、譲り派など、健康関連のサービスを中心としている。ありがとうございます。